サンディーズフラビューティー。人生は緊張と解放の連続。例えば嫌な人と出会って冷や汗が出るほど緊張する。その後別れて少しずつ解放されていく。嫌な人と出会わないように閉じてしまうんじゃなくて、解放されていく感覚をゆっくりと少しずつ味わえばいいんです。フラの腰の動きも緊張と解放の連続。ずっと力を入れて踊っているわけではないんです。緊張と解放をスムーズにコントロールできるようになれば、肩の力を抜いて生きていけると思いませんか？